原さん、こんばんは。こんばんは。今週も粕谷英樹さんと一緒にお届けをしていきます。粕谷さん、どうぞよろしくお願いします。はい、こちらこそよろしくお願いします。まあ、例のごとくですけれども、このプレミアリーグブラボー日本撮りの2本目ということで、はい、今日は1月4日に収録をしているということですので、まだ FA カップは我々見ておりません、はい、ということをご了承いただけたらと思います。前回のですね、新年最初の配信の最後、いつも告知のコーナーがありますけれども、はい、粕谷さんがちょっと明るい話題を今、はい、ということで、日本人選手ね、うん、まあ、日本人がまたちょっとヨーロッパでみたいなお話もありましたけれども、こんなにプレミアリーグで活躍をしてくれるっていうのは、ちょっと10年ぐらい前からすると、それもビッグクラブでっていうのは、なかなか想像できなかったかもしれないですけどね。まあまあまあ、三笘くんだったり冨安くんがね、やっぱり昨シーズンからこう、うん、はい、プレミアリーグでも認められるようになって、うん、なおかつ日本代表の快進撃っていうのがありますので、はい、そうですね、ヨーロッパのマーケット全体がこう日本に向き始めている、レーダーに捉えられ始めていると言って差し支えないので、はいはい、ですからちょっとあの流れが、うん、潮目が大きく変わってきたのかなっていう感じですけどね、はい、そうですね。ということで、今回はですね、このプレミアリーグの日本人選手の現在地ということで、はい、題して日本人選手の現在地、史上5人目となるリーグ制覇へというテーマでお届けをしていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、お願いします。プレミアリーグの日本人選手といいますと、まあ、例えば、稲本選手がアーセナルに、うん、行って、ちょっとなかなかね、出番はなくて、はい、その後フラムやウエストブロムっていう風に、うん、カーディフとかね、うん、移籍もしていきましたけれども、あとは早い時期で言うと西澤さんがボルトン、これプレミアリーグの出場なかったんですが、うん、カップ戦出場があった、はい、また戸田さんが、うん、スパーズで、はい、プレミアリーグ出場してますし、はい、また、中田秀さんは、最後、現役時代最後のクラブはボルトンだそうでした、ね、ということになりますしね、はい、うんうん、またね、宮市選手は高校卒業してすぐにアーセナルに引き抜かれてといいますか、うん、アーセナルに行きまして、まあ、怪我もありましたけれども、うん、まあ、ボルトンとかあるいはウィガンでしっかりね、はい、試合にも出ていたりとかっていうのもありましたし、まあ、その後吉田麻也選手がね、一番やっぱり長い期間、はい、サウサンプトンで活躍をして、うん、まあ、リタナラニ選手もね、サウサンプトンはいた時期もありました、うん、あるいは、当時はまだプレミアじゃなかったのかな、ポーツマスで川口義和さんいたりとか、あるいは、当時2部でしたけどレスターで阿部勇樹さん、うん、またね、近年でいきますとニューカッスル武藤選手、はいはい、うん、あるいはねアーセナルに、まあ、引き抜かれて、まあ、結局他のチームで結果出して今、ドイツボーフムにいますけれども、浅野選手とか板倉選手もね、そうですね、あの、まあ、マンチェスターシティで引き抜かれて、うん、結局そこから、うん、マンチェスターシティから移籍という形で、メヘグラドバンガとかっていうね、うん、はい、そういう状況になっているということで、いたわけですけれども、まあ、中でも先ほどちょっと最初に申し上げた稲本選手が、2001年2002年シーズンにアーセナルで優勝、ただ出場はプレミアリーグなかったんですけど、はいはい、うん、そして香川選手プレミアリーグマンチェスターユナイテッドドルトムントで活躍をして引き抜かれましたが、1-2-1-3 シーズン、20試合6得点3アシスト、これで優勝しております。また岡崎選手があのミラクルレッサー、はいはいはい、1-5-1-6 シーズン、36試合5得点ということで、大体ね60分ぐらいまでフル稼働、途中で右上に変わるみたいな、うん、そういった流れがありましたけれども、うん、ここで優勝。また南野選手が1920シーズンリバプールで10試合出場、これも優勝しているということになりまして、実は、クラブに在籍していたということでいくと、プレミアリーグも4人日本人選手優勝してるんですよね、うん、そうですね、なかなかの貢献度ですねこれはね。そうなんですね、はい、今シーズンこれが5人目が粕谷さん出るかどうかというところですね、うん、そうですね、可能性は決して低くないですもんね、うん、ですので、今、まあ、その5人目日本人選手プレミアリーグ生涯5人目どうなるかという状況の中、ちょうどこのシーズンの半分が終わりましたので、ここまでの、まあ、日本人選手たちの現在地と現在の値ということで、ちょっとそれぞれお話をしていきたいなというふうに思っております。まずでは三笘選手からいきたいというふうに思いますけれども、どうですか、まず三笘選手の現在の状況ですけれども、粕谷さん。まあ、左足首を怪我しているわけで、うん、はい、
それでアジアカップの日本代表メンバーで招集されましたけど、うん、その怪我の具合に関して、はい、日本代表のサイドはアジアカップの序盤戦、うん、割と早い段階で起用できるであろう、はい、一方、うん、ブライトンの方は、うん、まあ、2ヶ月近くかかるはずだっていうところで、その、怪我に関する、うん、うん、コメントがずれてるのはちょっと気になりますよね。はい、うん、そうですね。左足首ガードしてまずまずについて帰っていったので、うん、まあ重傷なのか、はい、あるいはプロテクター、うん、してるのはあくまでも保護であるっていうふうに考えるのかっていうところなんですけど、うん、はい、そうですね。まあ、うん、まあベストではないですよ、うん、あのやはりちょっと試合方っていうのはありますし、はい、うん、それとあのブライトンがやっぱり三笘君のそのドリブル突破っていうところに、うん、攻撃のある比重をある程度置いていますので、はい、彼の好不調、彼のいる、うん、いないっていうのが、はい、ポゼッションのゲームプランを大きく左右していることは、うん、まあ、間違いないですね。そうですね、はい、まあ、勝谷さんの話になりましたけれども、その意見の相違というところでいきますと、デゼルビ監督がですね、ウェストハム戦2日に向けた会見の中で、三笘選手 の、 そのアジアカップ日本代表招集は非常に驚いていると、メディカルスタッフから三笘の怪我は4週間から6週間かかると言われていたから、ちょっとアジアカップでプレーできると考えることは私にとっては難しいと、うん、ね、ただもちろん三笘含めてみんなの選手たちのファンだから、うん、代表でね活躍してくれるのであればこれは嬉しいというふうには言っています、うんうん、で日本代表の森保監督は、大会の初戦で起用できるかどうかはまだ分かりませんとした上で、うん、怪我の回復は順調に来ていると、まあ、これは、代表メディカルとクラブのメディカルで連携を取っていただいて起用できるという見通しで招集している、うん、だから加瀬さんが言われたみたいに、うん、早いなるべく早い段階でこう起用できるという、うん、まあ中で、呼んだと。ちなみにブライトンはハムストリング怪我しているアディングラもコートジボワール代表呼んでます、はいはい、うん、なので怪我であれ行かないんじゃないかなって言われた2人が今呼ばれているという状況ではあるんですね、うん、はい、まあ、まあ、クラブ側の意見と代表側の意見が異なるっていうのは今回が初めてではないので、はい、それは致し方ないんですけども、うん、その代表それぞれの意見が異なることによって、うん、間に入った選手が苦しむっていう状況を招くことだけは避けたいんですね、これはね。そうですね、はい、ね、だからこれは三笘君の場合は日本代表のメディカルとブライトンのメディカルがよりあの綿密に連絡取って、あの状況を、うん、あの正しい状況をこう伝え合わないとダメなんですね、はい、はい、うん、先ほど勝谷さんがね疲れのお話もありましたけれども、うん、今季ですねクラブも三笘選手もいいスタートを切りました、はいはい、最初ですね、まず開幕から6試合で5勝1敗だったんですね、うん、プレミアリーグに関しては、はいはいはい、その中で三笘選手も3得点3アシスト、はい、いい状況で数字も残しました、はい、うん、はい、まあ、その時は左三笘右ソリマーチというような形だったわけですけれども、9月の代表戦この辺りからちょっと疲れが出てきまして、はいはい、9月の代表戦行きました、うん、で、まあ、本人も 100% の状態でプレーできてないっていう話もしてましたし、一時期ね 100% に温まってくるのは後半途中からみたいな発言もあったりしたんですが、うん、はいはいはい、相当疲れているんだなっていうところだったんですが、うん、まあ、それもあってか10月の代表は体調不良ということで、まあ、そうでしたね、行、かなかった、うん、はい、11月は招集されたけども怪我で途中離脱、うんうん、でデゼルビ監督も三笘の疲れには言及をしていて、うん、まあ、ちょっと、本来のレベルでプレーができていないと、うん、ただそれでも我々にとって極めて重大な選手だ、うん、重要な選手だっていう話はしてるんですけれども、うん、ちょっとコンディションの問題で、なかなか上がってこない、また周りの選手も加瀬さんちょっと変わってるじゃないですか、うん、例えばエスティピニャンが怪我しました、でソリマーチも怪我しました、うん、でいつもそのバランス右と左のバランスのソリマーチと三笘で縦の関係は三笘選手とそのエスティピニャンっていうこのいい関係だったと思うんですけど、うん、ちょっとエスティピニャンがいなくなったので結構いろんな選手がやってるんですよね、グロスやったりミルナーやったりヒンシェルウッドも左やったりとか、あと最近はイゴールやってまたイゴールちょっと怪我でっていうことになったんですけど、このあたりも加瀬さんちょっと影響してるのかなと思うんですよね。まあそれはこう試合のたんびに相棒が変わったらさすがにその辺で連携整えるというのは難しくなりますから、それが三笘くんのプレーに影響もしてますよね。でもやっぱり一番はやはりそのローテーションをするにもそこまで、ヨーロッパリーグとプレミアリーグですけど、そこまでゼゼルビーの信頼を得てる選手がまだ数多くないってことでしょうね。はい、まあ、頭数は揃えたかもしれないですけど、じゃあ誰が出てきても変わらないか、同じことできるかって言ったら、ちょっとブライトンの場合はそうは言ってないですもんね。
まあね、他結構ねローテーションしたんですけど、三笘選手に関してはもうほぼ出ずっぱりだったんですよ ね、うん、そうですね、やっぱここも相当疲れに来てたのかなっていう、やっぱ三笘選手頼りみたいなのもあったじゃないですか、うん、ありますあります、うん、ね、今12月21日パレス戦で怪我して、うん、離脱しちゃいましたけど、やっぱり彼がいないとなかなかやっぱきついっていうのは、うん、代わりいないですからね、あれだけドリブルで運べる選手、うん、まあ、世界見てもそうそういないですから、うん、はい、うん、三笘がいなくなったらそれはデゼルビは辛いですよ、うん、デゼルビ監督も三笘はもうトッププレイヤーであると、はい、ちょっとね表現で違うんです。例えばジョアン・ペドロに関してはトッププレイヤーになりつつあるっていう表現なんですよ、うんうん、はいはい、なんでもうちょっとそのあたりはもう立ち位置が違うわけです、うん、もう三笘はもう出来上がったプレイヤーだっていう、うんうんうん、ことなんです。もうトッププレイヤーというふうに認めているということなんですよね。そうですね。またさっきね、先ほどのそのエストゥピニャンとの縦の関係もそうですし、今トップ下がジョアン・ペドロが結構やるじゃないですか、はい、で結構これね、林良平さんとか、うん、いろいろな、まあ、チョンテスさんとかもそうですけど、うん、皆さんにちょっと指摘しているのはジョアン・ペドロは左に流れたがると、うん、これでポケットにやたらポケットの方が行く、うん、そうすると三笘が仕掛け、だいたいあそこで仕掛けて、うん、ライン際でこう中に入ってってマイナスとか多いじゃないですか、うん、あそこのスペースをそもそも消してしまってると、うん、なので三笘選手が確かに縦に仕掛ける回数が途中からすごい今シーズン少なくなってるんですよ、うん、まあ、本人のそのコンディション、以前ね、あのカイル・ウォーカーと対峙した時に、うん、あ、ちょっと無理だと思って仕掛けなかったみたいなコメントもあったんで、ちょっといけないかなと思って、うん、あえてまあ無理はせずに仕掛けないっていうのもあるのかもしれないですけど、そもそもスペースがないっていうのも勝谷さん生まれてるのかなっていう気もするんですよね、うん、だからそこはやっぱりデゼルビーなりね、うん、まあ、戦略担当コーチが徹底しないと、はい、うん、まあ、三笘の良さを消してしまっているのだとしたら、それはジョアン・ペドロにそれはね十分、うん、やり直さなきゃいけないでしょうし、う、ね、まあ、ジョアン・ペドロの場合は、ね、先週 PK 蹴るのクールで面白いって話はしましたけど、うん、はい、あとオフ・ザ・ボールの動きもっと研究しないと、うん、なかなか、うん、彼のところで、うん、あれっていうところは、うん、多々ありますね、うんうん、まだね若いんでこれが勉強中ということなんだと思うんですけど、うん、これねグロスがやると結構ここがいいスペースを空けてくれていいんじゃないかなみたいなのも、ね、経験も違うし、ね、経験が違うことによって状況を整理する力もまたそれは異なってくるので、うん、はい、まあ、若いうちからそう状況判断が整っている選手いないですからね、うん、はい、まあ、ね、いずれジョアン・ペドロでも時間が解決してくれると思いますけど、うん、はい、まあ、三笘のプレーエリアを埋めちゃっていることはそれは間違いないでしょうね。一時期はその三笘や例えばソリーマーチ、うん、このサイドの選手を開けるために他の選手がうまくやっているってデゼルビ監督言っていて、うん、アイソレーション、うん、その他片方に寄せて三笘が開くみたいな、うん、はいはいはい、広大なスペースがあってそこを使うっていう状況がいい時期は勝ててる時期はできたんですけど、うん、はいはい、今そういう状況のほとんどないですね。ないですね、うん、だから勝ててないから周りが見えなくなる、うん、周りが見えなくなるとどうしても昔からの癖が出るっていうのはありますから、だからそのジョアン・ペドロが左サイドに流れるってのは悪癖とは言わないですけど、じゃあ彼が左サイドに流れることと、はい、三笘がそのエリアでプレーすることと相手はどっちが嫌だっつったら、はい、三笘がプレーすることが嫌なんです、うん、だとしたらチームとしてそこには入るなっていうふうにある程度の段を下さないといけないってことでしょ、うん、そうですね。どうですかね、今これからアジアカップに行って、うん、まあ、戻っていきます、うん、まあ、ここもどれだけまた疲れというのがあるのかっていうのはあると思うんですけど、うん、やっぱりチームの中心ですから、うん、後半戦もかなりの出場時間になると思うんですが、これから の, その彼の活躍であったりとか、まあ、ステップアップも含めてどうですかね、後半戦への期待というところは加瀬さんどうご覧になりますか。まあ、今3ゴール3アシスト今4アシストでしょうから、これを両方とまず2桁にしてもらうこと、はい、最低でもね、うん、それと、うん、なんかタイトルFA カップかな、うん、今残されてるもの、うん、ヨーロッパリーグの FA カップの方が取りやすいような気もするんですけど、うん、まあ、カップ戦取っておそらく来シーズンステップアップでしょ、うん、はい、うん、アーセナルには合うと思うし、うんうん、あとペップ監督が三笘に対して聞かれるたびに、うん、インクレディブルインクレディブルって言ってるから、うん、まあ、相当評価してんだなってのもありますので、まあ、プレミアリーグで、まあ、その2チームなのか、うん、クロップさんが渡る遠藤に何が聞いていくのか、うんうん、まあ、ユナイテッドは左はないので、うんうん、なこれは僕の想像ですけど、はい、まあ、今シーズン限りでブライトン対談、うんうん、それでステップアップだと思います、はいはい、うん、またね周りの選手のまたレベルが上がると変わってくるというのもあるでしょうし、うんうん、はい、そこに向けていいコンディションでなんかこう評価を下げないように後半戦行ってほしいなと思うんですよね。あとシティ移籍に関しては、うん、
シティがそろそろペナルティーなんか勝てられるかもしれないので、うん、はい、そうするとそれは長い目で見てね、はい、避けた方がいいのかなっていう気もしますよね。はい、うん、リバプールなりアーセナルはとりあえずその心配ないですし、もうリバプールとアーセナルはああいうあのフットボールをするんだぞっていう DNA がありますので、うん、はい、監督誰変わっても大きく変わることはないと思いますので、三笘君行っても面白いのかなっていう気はしますけどね。そうですね、はい、うん、でそれを考えるとペナルティーのこと、はい、あとチーム状況を考えるとチェルシーもやめた方がいいでしょうし、うん、そうですね、はい、スパーズも結構いいかなっていう気はするんですけどね。ポステコグルーがやってる時だったらね、うんうん、今左、あ、そうかそうか、ソン・フンミンが左回ってますけど、ね、ソン・フンミン仲間ってっていうところもありかなって、リシャーリソンが、ね、うん、これからさらに覚醒するかどうかっていうのがあると思うんですけど、うん、そしたらなんかウドジェとの関係性みたいなものもなんかこう想像はできるなっていう感じはするんですよね、うん、ウドジェのあのフィジカルはあれはなんだあいつ、いや、いろんなことできますからね、 なんで疲れないんだよあいつ、いや、すごい選手ですよウドジェは、ね、うん、はい、そういったチームもね、うん、面白いのかなって、やっぱチャンピオンズリーグに出られるチーム、優勝争いができるチームに行ってほしいなっていうのはありますよね。そのためにもこう後半戦は、まあ、もちろんアジアカップで の、うん、結果というのもそうでしょうし、またアジアカップでその、ね、変にこう早めにこう戻らないで、うん、ちょっとなんか例えば慢性的な怪我みたいにならないような状況で戻ってきてもらって、いいコンディションで、ね、後半戦、うん、過ごしてもらいたいですけどね。そうですね、うん、っていう三笘選手はこの辺でよろしいですか。はい、でもね、今後にもさらに期待がかかる三笘選手です、うん、さあ続いてはアーセナルの冨安選手に参りましょう。冨安選手に関しては、加瀬さんどう現状はご覧になってますか。もう怪我さえしなければ、うん、うん、アーセナルのディフェンスの中では、うん、サリバに並ぶ主力ですよね、はい、はい、でまあどこでもできるっていうのもありますし、うん、はい、先日理解度も高いので、はい、本当に冨安君の場合は怪我だけですね。その怪我で言いますと12月の2日のアストンビラ戦で怪我をしまして、うん、ようやく12月31日フラム戦ハーフタイム明けから登場しましたけど、はい、まだやっぱり本調子ではちょっとなかったんじゃないかってね、うん、ゲームの、まあ、内容もっていうところもあったかもしれませんが、まあ、これからかなというところかもしれないですけど ね、うん、なるね、普通にプレーするなら支障はないんですよ、うん、けどやっぱりアーセナルのスタイルですと、はい、そのいろんなものが求められるし、うん、それも急ストップ急発進、うん、縦の動き横の動き、はい、いろんなところが出てくる、うん、あと空中戦もあるってなると、はい、うん、やっぱ相当万全なコンディションを整えておかないといけないわけで、うん、ただそのやっぱどうしても怪我が多いっていうところがやっぱマイナスポイントになっちゃうんですよね、冨安君はね、うん、昨シーズンはふくらはぎ、はい、そして膝という、はい、まあ、で最後ねちょっと離脱しましたけども、はい、まあ、今シーズンも、まあ、その怪我明けというところでスタートして、うん、最初はやっぱりレギュラーでは、うん、途中出場でレギュラーでなかったというところですけれども、うん、10月28日のシェフィールドユナイテッド戦で途中出場でゴール決めたじゃないですか、はいはいはい、それも前に行って、はいはい、であの辺りこう結構前もう本当に前線に、うん、左サイドバックで途中から出て顔を出して、はい、ゴールに絡む、うん、あるいはゴールをするっていうこともあって、うん、実は10月はプレミアリーグのゲームに関しては途中出場だったんですけど、はいはい、クラブの月間最優秀選手に選ばれたんですね、うん、そうでしたね、ここでね、うん、ちょっと潮目が変わったんじゃないかなと、うん、思ってるんですよ、うん、で、このあと結局11月の4日の入荷する戦からスタメンになって、でちょうどベン・ホワイトの疲れも重なったこともあって、うん、はい、左から今度は右の先発ということで、はいはい、うん、公式戦そこから6試合連続スタメンになったんですね、はいはいはい、うん、で当時この辺りのゲームのところでまず左サイドから出ましたので、うん、ジンチェンコなのか冨安なのかっていうところで結構話題になったんですけど、うん、当時ね林良平さんと僕一緒にこう中継する機会が多くて、で林さんがおっしゃってたのはそのジンチェンコはもともと中盤の選手で、うん、はい、結構その偽サイドバックの役割なんだけども、うん、2人とも、うん、ちょっとセンターサークル寄りというか、うん、はいはいはい、と中盤の中に入りがちで、うん、その左インサイドハーフとの関係性みたいなところがちょっとうまくいっていない、うんうん、いいように思う。なんで今年シーズンはちょっとなかなか左インサイドハーフが、うん、まあ、当時ハバーツが多かったと思うんですけど、うん、なかなかうまくいかなかった中で、うん、冨安選手は、ハーフスペースの取り方みたいな立ち位置が非常に良くて、うん、ここの絡みみたいなのがいいんで、攻撃に関してもジンチェンコより実は冨安の方がいいんじゃないかっていう話もされてて、で逆にアルテタはディフェンダーにとっての優先すべきは守備で、その守備という部分で我々が示している行動と一貫性というところがその冨安選手が
持っているもので、うん、そこを評価しているっていう、うん、結構こう守備もそうで評価、うん、監督で世間的その解説の方でその攻撃のところの評価をされている、うん、この辺りからと加瀬さんもレギュラー取った感じになりましたもんね。まあそうですね、うん、でもアルテタがディフェンダー守りって考えてるの初めて知ったな。そう言ってましたよ。ディフェンダーにとって優先すべきは守備と、しっかり守ること、うん、まあだんだんまあ、それそうですわね、うん、あの昨シーズンもまでちょっと前まで、うん、例えばペップも、うん、カンセロを使って、うん、リコルイス使って、うん、サイドバックでその中に入って攻撃だったところが、うん、昨シーズンの途中から左アケだったりとか、うん、右にジョン・ストーンズ持って、うん、まあ、途中で偽センターバックでカイル・ウォーカーって、うん、まあ、カイル・ウォーカーもでも、まあ、戦えるプレイヤーじゃないですか、うん、やっぱり1対1、うん、どうしてもそのチャンピオンズリーグなどの上の方のゲームになった時に、うん、結局相手のチームですごい選手がいるのはワイドで、うん、ここの1対1負けたらもうアウトだから、うん、ここに勝てる選手ってなると、はいはい、うん、やっぱジンチェンコよりも、うん、まあ、富安、まあ、そういう考えやっぱりアルテタもあるのかなっていう気はするんですね、うん、まあ、あるでしょうね、やっぱりジンチェンコのとこ狙われるとやっぱり、うん、まずとりあえず空中戦で勝てないってのになるし、うん、はい、ドリブルの時のデュエルでもちょっと対応もろい、うん、緩いっていうのがありますから、はい、そうなったら両方いけるのは富安しかいないし、うん、はい、だからそんなの早く気づけると思いますけど、うん、まあ今評価が上がっ高まってきてるっていうのは嬉しい限りですからね、はい、うん、はい、うん、結構イタリアからのやっぱり評価は未だにとても高く、まあそうですね、オファーもって話ですけど全部合わせの断るっていうのは報道が出てますけど、まあ、断るでしょうし、はい、だってイタリアのクラブがですよ、うん、アーセナルで払ってる収益を払えるわけないじゃないですか、みんなどこも火の車なんだから、うん、まあね、はい、だからみんなローンでとか言うんですけど、うん、それは虫が良すぎるよね、もうね、怪我に関しては復帰をしてきたので、うん、おそらくアジアカップも初戦からっていうことになるんだと思うんですけれども、まあ、ここでねいい状況でまた戻ってきてね、うん、またアーセナルで再びレギュラーで活躍をしてもらいたいんですが、はい、うん、どうですか加瀬さん、これからの富安選手への期待ですけれども、日本代表のことも踏まえるとですね、うん、アーセナルでもね僕やっぱセンターバック のポジション掴んでほしいんですよ、うん、うん、サリバ富安ってなかなか強烈だと思いません、ね、ね、まあ、そうなるとちょっとね左が手薄になるっていうこともね、うん、それは分かるんですけれど、うん、だからアーセナル目線で考えれば、うん、富安くんレフトバックもいいんですが、うん、そこに日本代表目線が入ってくると、うん、富安くんセンターバックってなっちゃうね、うん、なかなか難しいところで、ね、アルテタ監督は、まあ、例えばセンターバックの序列でいくと、うん、やっぱキビオルの方をやっぱ使ったりするわけですよ、うんうんうん、なのでまあ、サイドキミホルは左で使えないもんね、出たりはしますけど、うん、でもやっぱりその、まあ、汎用性とかその資質ってことを考えると、うん、富安選手はやっぱサイドバックとして見ているんだろうなと、うん、あとはこの間フラム戦で3バックに、ね、はいはいはい、右やったのかな、うんうん、これ内田さんが言ってたんですけど、うん、多分富安選手はもし3バックのチームで、うん、やったら、うん、多分世界のトップオブトップになれるプレイヤーだと思うっていう話をされてたんですけど、だからそこはまたねチームとして、まあ、基本的にはアーサの4バックですから、ね、代表としては代表も、ね、4が多いですし、うん、ですね、うん、まあ、どっちもできるわけですけど、やっぱりセンターバックでって考えたいんですけど、多分アルテタ監督はセンターじゃないんでしょうね、うん、そうでしょうね、そうでしょうねなんでしょうね、うん、今日ですからね、これだから逆にそういうか できるからこそ、うん、またチームにとっては非常に重要な選手なんですけど、うん、はい、ね、代表のことを考えると、ね、センターそのディフェンスラインを高く保つっていうことを考えた時に、やっぱりサイドバックというよりはセンターバックで富安選手がしっかりといて、はい、板倉選手とコミとかの方が、うん、多分世界と戦う上ではいいのかなと思ったりしますよね、うんうんうん、どうなんですかね、わかんないです。もちろん、まあ、例えばですけど、昨シーズンはサリバは怪我があったじゃないですか、はい、まあ、それのちょっと後ですけど、富安選手も怪我しちゃったんで、うん、結局そこをセンターバックにはなかったんですけど、うん、もし仮に、まあ、あってほしくないですよ、うん、割にサリバかガウレウのどっちかが怪我とか出場停止とかで何試合かいない時に、やっぱりキビオルとかなんですかね、やっぱり富安じゃないんですかね、どうすんでしょうね、そこで富安選手使って、うん、なんか活躍するみたいなことがあって、ね、ちょっとセンターバックもみたいな風になると、だいぶまたいろいろ今後の流れが変わってくるのかなと思ったりします。大歓迎だけどな、来たら、いつも言ってるけど、うん、すいません、朝のファンの皆さん
いつも言いますけどね、はい、リサンドロ・マルティネス、富安で組めば僕は一番強いと思ってるので、はいはい、そうですね、はい、まあでもアーセナルでも今 の, そのサイドバックでレギュラー掴むのでもすごいことなんですけど、いやだってプレミアリーグで優勝争いするチームのレギュラーなんだから、うん、これはすごいことですよ。はい、うん、それからね、例えばどうなんですか、分かんないですけど、代表の方もこれから町田選手とか渡辺選手とか、はいはい、例えばプレミアに行ったりとかして、うん、すごい成長して、はいはい、逆に代表で富谷選手がサイドバックみたいなのも出てきたりするんですかね。それからね、3バックになるのかとかね、うん、3バックの方が目はあるけど、ね、うん、可能性はあるような気もしますけどね、うん、はい、うん、最終ライン、まあ、3だとするじゃない、はい、そこに富安君がいないっていうのはちょっと不安な感じがしました。どうですか、あと何か富安選手でありますか、加瀬さん。いやもう富安君に関しては繰り返しますけど、はい、本当に怪我を最小限に、はい、長引かないように、はい、してください。いやでも本当にどの選手も富安選手よく知ってる選手たちは言うんですけど、うん、もう本当にちゃんと管理、自分で自分のことを自己管理してストイックにやってるし、うん、だからね、そのちょっと例えば、うん、ちょっとお酒飲み行っちゃうとか、うん、なんかちょっとあんまり、リカバリーね、うん、ちょっと面倒くさいってやらないとか、そういう選手が怪我するのは分かるんだけど、なんで富安選手こんだけやってる選手が怪我しちゃうのかなって、ね、本当になんでだっていうのは、うん、他の選手がみんな一緒にやってる選手たちを見てて本当に思うそうなので、それだけケアをね強くされ、うん、しっかりとされている選手っていうことですからね。では続いて遠藤選手に行きたいと思いますが、はい、遠藤選手はどうですか現状ですけれども、梶谷さん。いや自分の力で、うん、加入当初の、うん、はい、異常なほどの過小評価を完璧に覆しましたよね、はい、本当ですね、はい、そのデュエルの強さ、うんうん、うん、それからもう最近攻撃にも貢献できてますし、はい、はい、なおかつやっぱり表情も、うん、前に出ますから、はい、うん、あれは非常にこう、うん、皆さんの支持を得るには最適のパーソナリティでもありますよね、はい、で潮目が変わったのはやっぱり、フラム戦ですよ。フラム戦の同点ゴールで、うん、はい、これサポーターの皆さんもよし、うん、これこいつはいけるってなって、はい、でユナイテッド戦でも好プレーをして、うん、それからもうねガラッと変わって、うん、リバプールの中盤で一番重要な選手とまで言われてるほどですからね、うん、はい、はい、まあいろいろ思うところあったと思いますよ、うん、ギバハの票の低さには、うん、でもそれねお首にも出さず、はい、はい、自分でこのレギュラーポジションを確立したんだから本当に大したもんだと思います、うん、はい。加瀬さんにお話にあったように12月3日のフラム戦途中出場で出てすぐに点を取ってプレミアリーグ初ゴール、はいはい、でその後チームも逆転をした、うん、1点ビハインドから投入されてっていうことですけど、ここが一つのやっぱり大きな転機、うん、で次、12月の6日のシェフィールドユナイテッド戦でフル出場挟んで、また次の12月9日のクリスタルパレス戦でこれスタメンだったんですけど、はい、このゲームはちょっと僕は転機となったんじゃないかなと思ってまして、うん、はい、ですね、このゲーム、相手の立ち位置のクリスタルパレスの構造上、これ林良平さんと一緒にやったんですけど、遠藤選手が開く、うん、ちょっと開くんですよ、うんうんうん、でそこにボールがつけられるんです、ね、うん、なんで遠藤選手にやたらボールが集まるんですよ、うん、ただそこの入った瞬間に、パレスの選手がもうアタックかけてきまして、はいはいはい、これ1回ですね、うん、29分です。ヒューズがチェック行きまして、うん、ボール取ったんですね。で、そのまま運んでいって、うん、エドワールに渡して、うん、エドワールがファンダイクに倒されて PK だったんですが、うん、これ VR チェック入りまして、うん、オンフィードレビューの結果、うん、ヒューズの、ファールで結局PK なしということになって事なきを得たんですけど、うん、結局これね、ハーフタイムに交代しちゃうんですよ。うん、で、アレクサンダー・アーノルドが後半からアンカーになったんですけど、うん、ここで、もう多分おそらくクロップ監督にもボールをすぐに離すこととかさばくこととか、うん、あるいは相手に強度もそのもっとがっつりとか早くいくっていうことは言われてたと思うんですけど、やっぱ感覚的に思った以上にプレミアリーグはすごかったみたいな話を遠藤選手言ってたんですけど、ここで感覚をつかんだんじゃないかなと思うんですよ、やられたから。で次が加瀬さんお話にあったんですけど、うん、マンチェスターユナイテッド戦なんですね、うん、ユニオンサンジロワーズ戦ヨーロッパリーグ挟むんですけど、ここでちょっと感覚さらに調整しながらユナイテッド戦で完全にそのボール早くさばく、うん、あるいはガツンと、うん、結構ギリギリのとこでも早く行ってガーン行くっていう、これ実践して、そこからもう、リーグカップのウェストハム戦、これプロップ監督が本当に褒めてましたけど、またプレミアリーグのアーセナル戦ともう素晴らしいプレーで欠かせない選手になって、ついにはその頃にはリバプールエコーが、うん、いやサラーが、うん、アフリカネーションズカップでいなくなるの心配だけど、うん、いや遠藤も本当に心配だよねって書くようにまで、うん、ここの
本当に数週間で急にこう本人も変わったのかもしれないですけど、うん、周りが変わりましたよね、うん、まあ知らない選手が来てるからね、うん、あの向こうの人たちって他のリーグあんまり見ないから、はい、うん、まあ、まあ、多分遠藤君のこと初見だった人たちたくさんいると思うので、うん、はい、初見の人にするとやっぱデビューはまあ、うん、まずまずだったんだけど物足りないなみたいな感じになっちゃうし、うん、でリバプールに常に常駐している記者たちにすると、うん、もっとビッグネームが来るんじゃないかと思ってたわけだけど、うん、はい、うん、まあね、そういう、まあ、カイセドだとか、うん、ラビアが来れなかったで、はい、遠藤になったっていう、うん、その悔しさもあって、うん、なんかね、うん、なんか意味不明な、うん、低評価でしたが、はいはい、繰り返しますけど、ね、それが、ね、完璧な間違いだったってことはお分かりだと思いますし、うん、はい、リバプール常駐の方もね、うん、今、はい、誰もが認める、うん、はい、中盤のキープレーですからね。あのクロップ監督こんな話してましたけれども、うん、まあ、かねがね加瀬さんも話されてますが、うん、クロップ監督がすぐにこうファンダイク以外はね、うん、あまりそのパって、はい、あルイス・ディアスかな、うん、そのくらいしかもう最初から使ってはないじゃないですか、うん、でやっぱりクロップ監督も、自分が就任して以降このクラブの一部の主力選手たちでさえも適応するための時間がやっぱり必要だったと、うん、で例を挙げてまして、うん、ロバートソン、うん、半年間プレーしてない、うん、常にスカットに入っていたわけでもなかったし、うん、ファビーニョに関しては6番として一人でプレーできなかったから、うん、我々はシステムを変えなければならなかったという話をしたんですよ、うん、はいはいはい、ただその後結局いいプレーヤーになっているから、うん、まあ、それはもう時間かかることは問題ではない、はい、時間が必要であると、うん、で我々は遠藤を前にトレーニング場で見ているから、彼がどういう選手か分かっていたし、うん、もう私が今まで会った中で最も一生懸命にやる選手の一人って話をしたんで、すぐ良くなるというのはもう明らかだったなと、うん、だからもうこれはもうなるべくしてこうなったんだよっていう話をクロップ監督がしてますよね、うん、そのクロップさんの選手を決して低く見ない、うんうん、で、まあ、ちょっと辛辣な質問が来た時には絶対に守る、うん、はい、うん、みたいな姿勢にも助けられましたけれど、うんうん、ただね、クロップさん実際ご覧になって撮ってるわけなので、うんうん、だからその適応することは分かってらしたと思うんですよね、はいはい、うん、だから進言したって言ってますよ ね、 ね、と年齢的にリバプールは30歳ぐらいの選手も取らないっていう方針だけど、うんうんうん、スタッフと一緒にいやこれはもう絶対いい選手で必要だからっていうことで進言したっていう話ですけどね、うん、まあ、あとはヨーロッパの30歳とあの日本代表の30歳ってちょっとやっぱり試合数が違ってたりするから、うんうん、まあ、遠藤が早いうちにドイツ行ってますけど、うんうん、その筋肉の疲労度ってのは違うんですって。なるほど、うん、だから、はい、うん、みんなが思ってる30じゃないんだみたいなところはクラブさんお話しされてたので、うん、はい、そういうところの、うん、相当な入念のチェックまで入ってたみたいですしね、うん、はい、うん、でもクロップ監督は遠藤はチームに違いを与えていると、うん、であの彼はタックルをするための選手だと、うん、ピッチ上で趣味としてタックルをする選手は20人もいないんだけども、うん、そんな一人だっていう話もしていて、うん、また察知能力が本当にいいしポジションでもいいポジションを見つけることができてるっていうことで、うん、まあ、攻守にわたって非常にいい選手なんだっていうことは言ってますね、うんうんうん、だからリバプールエコー、まあ、なんか最近トゥルーウォリアーって表現するようになったよね、はい、あ、そうなんですか、うん、お、ウォリアーにトゥルーがつくからね、うん、真の選手っていうことですね、うん、はい、やっぱああいうプレーヤーはやっぱりイングランド好きじゃない、うん、はい、うん、好きですね、あって体張ってくれる選手はね、うんうんうん、最近はプレミアリーグ公式サイトもリバプール、うん、あ、そう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 、はい、ね、中盤でのプレーということで遠藤選手の特集をしてましたし、うんうんうん、はい、今何でもあのちょっとアレクサンダー・アーノルドが、まあ、偽サイドバックなので、うん、場合によっては 3-2-2-3 みたいな感じになるんですけど、うん、ね、はい、これが成り立ってるのは遠藤がいるからだっていうようなことを、うん、はい、そのプレミアリーグの特集、うん、公式の特集では、はいはい、やってましたね。ディフェンス対応に若干の不安のあるアレクサンダー・アーノルドを補うためには、うん、遠藤の守備能力と、うん、はい、守備、まあ、範囲もそうでしょうけど、うん、まあ、それが必要なんだみたいな分析でしたよね、うん、はい、うん、でね、こうね、うん、サイドバックにいるときはそのカバーもするし、うん、まあね、攻撃時、間に入ってきたときはその2人の関係性とかとも含めて、なんでもう本当にこう優勝争いしてるチームもそれも中盤完全に核となって今も加瀬さん替えの利かない選手みたいな感じになってるじゃないですか。あ、もうあの優先順位変わりましたよ、完璧に、ね、だから前は、はい、マーカリスターかソボスライが上にいて、はい、まあ、遠藤君はその下だったんですけど、はい、今遠藤君一番上だから、はい、そうです ね、 ね、うん、まあ、8試合連続公式した、はい、あのスタメンです、うん、で他は前はそうよく変わるんですよ、はい、勝田さん言われたみたいに、うん、
あのね、まあ、そばすら結構ずっと出てますけど、うん、あのその前は結構あのみんなね、あのエリオットが出る試合もありますし、うんうん、カーチ・ジョーンズが出る試合もありますし、うんうん、っていうね感じでこうどんどん変わっていったりとかしているので、ここはもう本当中盤か、ただ彼がいなくなった時にちょうどマカリスターが戻ってくるのかな。そうです ね、 ですね。ただこのソボスライがハムストリングやったでしょ。今シーズンさ、うん、ハムストリングやる選手普段より多くないか。多いです ね、 ね、はい、うんうん、それはやっぱり確実に影響が出てるんでしょう ね、 ね、うん、遠藤選手がそのアジアカップに行ってる間はおそらくマカリスター選手がアンカーを務めて、ね、うん、シーズン当初はそうなんですけど、うん、ね、うん、なんでこうちょっとマカリスターへの負担が大きくなってしまうみたいなことは、うん、クロップ監督が言ってましたけどね、うん、ちょっとまた遠藤君とマカリスタータイプ違うんで ね、 ね、うん、でどうやってそこやりくりするかですよ ね、 すね。だからマカリスターが怪我して結構こう遠藤、うんうん、はいはい、選手が使われるようになってるじゃないですか、うん、でこれ戻ってきたら強要になるじゃないですか、うん、これなんか遠藤、ソボスライ、うん、マカリスターのこの3人が、うんうんうん、っていうのはちょっと楽しみですよね。あ、だからそれぞれがあの本領を発揮した時の、うん、その3枚は、うん、プレミアリーグ屈指になりますよ。なりますよね、はい、うん、そう考えるとその3人のコンディションが整うと、でまたロバーツが戻ってきたりとか、うん、してくると、勝谷さん、リバプールは後半戦これ面白いですね。リバプールは怪我人さえいなきゃいつも強いんですよだから怪我人が少ないシーズンはものすごい試合するでしょ、はい、マンチェスターシティと、はい、何このハイレベルなのって、うんうんうん、よくああいう試合実況してて平気だよなもう俺わーっとかしか言えないもん俺いやでもそうですよね、本当大変ですよやりくりは。だって今はもうロバートソン、ティミカス怪我 で、うん、で左にジョーゴメス持ってってるわけじゃないですか、うんうんうん、この普通のクラブたちは大変ですもんね。大変ですよ、うん、すごいですよ。それを考えるとね、うん、ちょっとアーセナルが今ちょっと勢いがっていうことを考えるとね、リバプール、まあその中で、じゃあどう、ね、もちろんこの、まあ、三笘選手のちょっと優勝っていうのは難しいっていうのはあるんですけど、うん、はいはい、富安選手、遠藤選手の優勝っていうのは十分、勝谷さん、可能性があるっていう感じになりますよね。まあ、そうですよね。優勝デッドヒートして、うん、しいし、俺 FA カップ決勝ぐらいで当たってほしいなと思ったらもう当たっちゃうんだよね。そうです、ね、そうなんですよね。いきなりね、うん、3回戦でね、ありますからね。ここも、この時はもう両選手とも、両選手ともアジアカップ出場いないんですけど、もったいない感じでありますけどね。もうぶつけんのかよと思ったもんな。うん、ということで、今回は日本人選手の現在地、史上5人目とのリーグ制覇へということでお届けをしてまいりましたけれども、何かこの日本人選手3人に関して、勝谷さん、付け加えることありますか？いや、こんなにね、うん、日本人選手が数多くプレミアリーグでプレーする時代が来るとは思わなかったし、はい、僕吉勝君がポースマスに行ってる時に一人喋りをやったことがあるんです、はい、3試合、うん、怪我で3試合とも吉勝君出なかったんですよ、うんうん、辛いよそういう試合は、はい、うん、だからね、まあ、そういうのはもうなんだろう、うん、思い出話みたいなのは飲みの席の話の一つかもしれないけど、はい、うん、とにかく怪我だけはしないで、うん、はい、健康体で、はい、一試合でも多く出てほしいです、はい、そうですね。でその、うん、延長上にそれぞれの答えでそれぞれのクラブの、うんうん、栄冠があればいいなと思います。そうですね、はい、ね、タイトルで言ったらね、ちょっとさ、ブライトンはヨーロッパリーグっていう可能性もね、これヨーロッパリーグで、うん、三笘、ブライトン、うん、遠藤、リバプール、あー、これ決勝とかだと思うんですよ、ね、そうですね、それはいいね、これは可能性としては結構あるかもしれない。ありますけどね。いやでもすごいですよね、これで勝谷さんね、先ほどあの、前回の告知のところの話がありましたけど、うん、これにまたね日本人こう増えていきそうな感じがしますよね。増えると思いますけどね、楽しみでありますよね、うん、同じチームでちょっとね2人スプレーみたいなのもちょっと見てみたいですね。ああ、そうね、うん、富安君と三笘君でアーセナル左サイドやるとかね、うん、うん、縦の関係ね、うん、そう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 、いいですよね、うんうんうん、ちょっといろいろなこうまたねちょっと妄想が湧いてまいりますけれども、はい、うん、はい、またねこの、まあ、まずはアジアカップがあるわけですけども、はい、うん、アジアカップで、活躍をしていただいて怪我なく戻ってもらって、はい、また残りのシーズン、はい、戦ってもらいたいですね、はいはい、怪我なく他のチームを圧倒して、うん、アジアの頂点に立っていただいて、うん、気分よくプレミアリーグに戻ってきてもらうっていうのがいいですね。優勝争いでね、本当にこうアーセナルとリバプールでその中心選手でみたいなのが面白いですね、はいはい、ということでした。勝谷さん、では今回もまた告知のお時間ですが、ですね、1月の十何日でしょ、はい、そうですね、
ここですね、まだね、はい、アベマから何も来てないですよ、まだ、はい、うん、ちょっと遅れますって言われて、はい、うん、決定が、はい、だから僕は全然分かんないですまだ、うんうん、スポ TV はないですそこ、あ、ないんですね、はいはい、あ、そうか、ここあれなんですね、2週に1回だから、うん、はい、これがですね、プレミアリーグは不思議なレギュレーションです、うん、これウィンターブレイクでございます、うん、実は、うん、あるんですけど、21節はですね、13、14のこの週末と20、21の週末に分けます。で、これによってですね、はい、どっちかしか試合がないので、はい、ここで2週間空くでしょっていう、はいはい、無理やりなウィンターブレイクという、はい、称し方をしておりまして、これ一応ウィンターブレイク中の、まあ、苦肉の策と言いましょうか。ですから、はい、そういう見方で言いますと、はい、21日の下から2番目、はい、ボーンマスリバプールをスポーティービーさんでやりますが、はい、アベマさんはなんかちょっと決定が遅れてるらしいので、はい、まだ分かりません、はい、大体ですね、実況の方が結構先に決まったりするので、アベマはですね、私8時どれだっけ、なんかチェルシー対フラン、あ、うん、はい、こちらを担当させていただいて、うん、でそこが立て積みなんです。6時30分、はい、入荷するマンチェスターシティをスポ TV ナウで担当させていただきます。で、でアジアカップがですね、そして開幕をしますので、うん、ダゾーンでですけれども、うん、日本対ベトナム、これ初戦、これスタジオ MC という、うん、私実況は下田さんです。あ、そう、はい、うん、私は第3戦の、ベトナム、下田って60手前でまだ家系のラーメン食うんだってないやつ。あー、ラーメン大好きみたいですよ、うん、あ、それこそね、これ前、今引っ越したわけですけど、うん、前八丁堀になったんですよね、うん、でその時は必ずラーメンここに食べに行きますとよく、うん、ポストされてましたよ、うん、ね、はい、私はアジアカップの実況はインドネシア戦を担当させていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。私アジアカップの解説は一切やりませんので、よろしくお願いいたします。あと勝谷さん、記事などはどうですか。まだこの辺は分かんないけど、はい、うん、まあね、1月中に何か動きがあるとしたらこちらで具体的に時間取ってやった方がいいかもしれないね、ラトゥフに のことに関してはね。そうですね、現行だとやっぱかね、何週に分けてやるとみんな飽きちゃうと思うから、書き切れないこともあると思うので、30分40分でここでもね、なんか動きがあったらお話してもいいと思いますし、うん、何もなかったらそれやりませんけど、はい、今週はこの辺りでよろしいですか。はい、うん、はい、ね、これはアジアカップも開幕をしますので、ね、プレミア勢もちょっと注目をしながら、アフリカネーションズカップもありますからね。アフリカネーションズカップってどっかで見られるんですかね。なんか今のところはなんか最近あんまりね、見られない、ね、最近急に決まったりしない、前日とかにさ。あ、そうですね、うん、ちょっとね、見たい感じがしますけどね、それで急に電話かかってくる時あるよね、明日空いてますとか申し訳なさそうに置いてるけどとか、かつてはね、中継やってましたよね、アフリカネーションズカップ、ね、アフリカ選手権やってたよ、はい、だって俺アフリカ選手権で倉橋さんとどっかやって、うん、はい、その時追加タイム、まあ、その時は まあ、まだ追加アディショナルタイムじゃない言い方だったんですけど、はいはい、13分ってあったからね、お、うん、はい、嘘だろうって感じで、うん、まあ、はい、そんな、はい、いい時代もあったということです。そうですね、はい、ございます。ということで、今日は日本人選手の現在地史上5人目とのリーグ制覇ということでお届けをしてまいりました。今週も勝谷秀樹さんとご一緒させていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。それではまた来週です。さよなら。元気でね。お願いします。メンバーシップもよろしくお願いします。これからメンバーシップ取ります。はい。